それじゃあもうね、神経について、見てみましょうか。神経と神経は神経細胞っていう細胞の集まりです。神経細胞、別名ニューロンと言います。不思議な形をしてて、頭があって、で長い突起があって、まあ足みたいなね。この頭には核があります。細胞だからね、核。この本体、頭のでっかい部分を細胞体って言います。で、この細胞体から伸びた枝毛みたいな突起、ね、まるで木の枝のような突起を樹状突起って言います。で、長く長く伸びた足の部分を軸索って言います、ね、これ不思議で特徴的な形をしてるからすごくテストに出やすいよ、ね、ニューロン、神経細胞です。さて、この神経細胞の役割は興奮を伝えることです。刺激によって興奮して、刺激によって生じた興奮を誰かに伝えることです。どんな風に興奮を、ね、伝えるかっていうと、例えば興奮っていうのはだからその、ある意味異常な状態だよね。ふーって何にもない状態と、うわーって刺激だぜって興奮だぜっていう興奮の状態を区別しなきゃいけないでしょ。どう区別するかっていうと、この神経細胞プラスマイナスの偏りがあって、この細胞の中はマイナスに電荷を帯びてるのね。逆に外側はプラスになっているんです。ここに刺激が加わると例えばここに刺激が加わると何が起こるかっていうと、ここのプラスマイナスが逆転してこんな風に内側がプラスに逆転するんですよ。このことね、すごくポイントだから書いておきましょう。と、静止時は興奮してないときは外側がプラス、内側がマイナスです。で、興奮してるとき興奮時は外側がマイナス、内側がプラスです。これ要まずしっかりね、例えばどう考えてもいいんだけど、ね、これがこの後ね、すぐ仕組みを学ぶんだけど、ね、例えば、普通の時、ね、普通の時から、まずはね、ここ、ね、これだけ一個覚えれば、ね、これだけ一個覚えれば、その逆だからね、興奮じゃね。どっちか、ね、どっちも覚えようとしたらごちゃごちゃになっちゃうから、まずは静止だけしっかり覚えようね。今はね、食べられる石鹸って、あるの知ってる？ね、食べられる石鹸。ね、パクパク食べて、美味しいね、石鹸、美味しいソープ。ね、ソープうまい。ね、ソープうまい。ね、外側プラス、ね、内側マイナス、ね、食べられる石鹸なんてね、僕はあるか知りませんがね、ソープうまいね、ソープうまいね、普通の石鹸は絶対食べちゃいけないけどね、おいしいね、ソープうまい、外側プラス内側マイナスね、ソープうまいと思いましたね、普通はね。で、一個だけ覚えたらね、その逆だから興奮じゃね。で、この生じた興奮は両側に伝わっていきます。もちろんここだけ興奮してすぐやんじゃってもこれ伝えることだからね、興奮を。誰かに伝えなきゃいけないから、両側がね、興奮していきます。刺激を受け取った場所の両側が興奮していきます。ね、ソープうまい。もう中心は元通りになっちゃったよ。でもう中心はね、しばらく反応しないんですよ。しばらく、興奮できない。で、両側が次は興奮していきます。ね、こんな具合に。で、両側、バーって、じゃあ先生、ここが興奮してるから、今度はここから両側に行くんですねって。いやいや、こっちには行くよ。
こっちには OK だけど、こっちにはダメ、ね、こっちはだってここはしばらく興奮できないから、ね、こっちには渡すんだけど、でこっちには渡すんだけど、ね、こういうふうに一つのニューロン内に興奮が伝わることを伝導って言います。伝導、ね、プラスマイナスの逆転が伝わっていく現象、ね、プラスマイナスの逆転が伝わっていくことを伝導って言います。で、大抵ね、ニューロンっていうのは別のニューロンにも興奮を伝えて、別のニューロンへの興奮の伝え方は伝達って言います、ね、伝達、別のニューロンへ興奮が伝わる。これを伝達って言います、ね、まずはしっかりプラスマイナスの逆転が伝わっていくんだな、ね、伝導と伝達があって全然違うんだなってことと、静止時は外側がプラス内側マイナスで興奮時は逆転するんだなってことをまずはしっかり、ね、覚えましょう。